韓国のキリスト教は大韓民国におけるキリスト教。香港では大韓民国のみならず朝鮮半島におけるキリスト教の歴史と現状についても扱う。韓国統計庁の発表によると2005年の韓国においてキリスト教とは総人口の約3割を占め総人口の約2割を占める仏教徒よりも信者数が多く韓国の宗教人口全体の中で キリスト教徒が最大である。キリスト教徒の中では、プロテスタントの信者2に対して、カトリックの信者1の割合になっている。韓国統計庁が2005年に発表したところによると、韓国の宗教人口は総人口の53.1%を占め、非宗教人口はセントである。すなわち総人口のうち、仏教がセント。 プロテスタントが十八点三パーセント、カトリックが十点九パーセント、儒教零点二パーセントとなっている。プロテスタントとカトリックを合わせたキリスト教全体では二二十九点パーセントとなっていた仏教より信者の数が多い。キリスト教信者数は約千三百七十六万人となり、韓国は東アジア及び東南アジアでの信者全体数では、中華人民共和国、 フィリピン、インド、インドネシアに次いご意である。国民全体に占めるキリスト教信者の割合では、フィリピンと東ティモールに次ぐ東アジア及び、東南アジア第三のキリスト教国である。なお、韓国語で、キリスト教というとプロテスタントのみを指すことが多い。本来プロテスタントは韓国語で、または改心教だが、プロテスタントの教団、教会がキリスト教と自称することが多く、 信者数も多くなったため、キリスト教がプロテスタントのみを指すことが多くなった。カトリックは天主教という、教会は通俗的な用語法ではプロテスタントの教会を指す。カトリックの教会道は聖堂という、海外に対する宣教活動が活発なことも韓国、キリスト教の特徴で2000年にはプロテスタントだけでも1万646人の、 宣教師が156カ国で活動していた。この数字はアメリカ合衆国に次ぐ世界第2の規模である。とりわけ海外宣教に熱心なのは超元牧師率いる南寺島淳福音協会で南米や中央アジア、中東だけでなく危険な北朝鮮にも極秘裏に潜入していると言われる。福音派は極めて積極的な布教活動をするため近年では 世界各地においてトラブルに巻き込まれている。アフガニスタンにおける布教活動では、モスクの前で、2007年ターリバーン韓国人拉致事件のような事件が発生した背景には、こういった刺激的かつ攻撃的な布教活動があったのではないかとの指摘もある。韓国国内では1970年代から80年代の民主化運動の原動力となる一方、同じ時期には、 仏教寺院や仏像に対する破壊活動を行う、牧師や信徒が出るなど、多宗教への攻撃も積極的にいった。朝鮮に本格的にキリスト教信者が生じたのは約220年前で、不教の歴史は日本や中国などの周りの国々に比べてもそれほど長くないとされる。朝鮮に初めてキリスト教の宣教師が足を踏み入れたのは、 文献で確認できる限りでは、1593年に文録、慶長の役に参加していたキリシタン大名、小西幸長の求めに応じて、朝鮮に渡った、イエズスカイ司祭グレゴリオデセスペデスが最初である。しかし、彼の活動はあくまで、日本軍の従軍司祭としての活動に限定されており、朝鮮の人々に不況をしたわけではなかった。しかし、この戦役において、 コニシはジュリア・オターと呼ばれる朝鮮人幼女を得ており、彼女はコニシによって行き届いた教育を受け、養父に習って受診した。よって歴史上初の朝鮮人キリスト教徒は彼女であると考えられている。李氏朝鮮では1631年、朝鮮ツバメ講師によって朝鮮に対する最小の布教は、清掃の頃、マテオリッチが創設した北京のイエズス会が、 朝鮮のツバメ講師と接触して行われた。1777年頃から、その本を研究した学者たちの中からイエスを信じる、キリスト教との共同体が形成されていたという。これら信徒は、被災の不況なしに指摘に、キリスト教を信仰していた。朝鮮史上初のキリスト教礼拝書は、北京で洗礼を受け、帰国した李ス君が1784年に、 ピョンヤンで設立したものである。リスンフンは北京で教区長グベアと出会い洗礼を受けることを決意したが、宣教師バンタボンは以下のように記録している。私どもは神が栄光を投げかけていたであろう一人の男の回収の事実を慰めの言葉として報告する。そのものの国はまだかつて宣教師の訪れない朝鮮というところで中国の東側にある半島である。 この国は毎年創始国である中国に施設を派遣する。私どもは彼が満足するまで主事の疑問について教授してやった。山口正幸、朝鮮最教師この段階では宣教師は朝鮮に派遣されず、朝鮮におけるカトリックの需要は自発的に続けられた。李寸奮が北京から帰国した後、私的に声楽を進行していた人々も改めて洗礼を受け、 現在のソウルでは定期的な集会も行ったという。その後、パリ外国宣教会宣教師らが北京を経て朝鮮北部に入りカトリックの宣教を行った。朝鮮初の宣教師は1794年に朝鮮にやってきた中国人宣教師の修文母である。1845年近代県が上海で朝鮮最初の司祭になって帰国し、布教を始めた。 しかし、当時の朝鮮の社会では、儒教が社会の根本思想となっていたこともあり、カトリックは、邪教とみなされ弾圧が加えられていた。順位島において、外国人宣教師密行計画を進めていた、金市祭は1846年に捕獲され、彼と103人の信者は、キリスト教規教を拒否、処刑された。 金子祭と103人の信徒は1984年5月6日にローマ教皇によって劣勢された。大院君政権下の1866年には密入国していたフランス人司祭9名とカトリック信徒約8000名が捕獲、処刑される日のエトラ教国が起こったが、カトリック信者は続いてその信仰を守った。現在でもその信仰が伝えられ、 韓国のカトリック信徒の割合は、韓国総人口の約1割に至っている。1884年、朝鮮に初めて建設されたプロテスタントの教会堂、それ教会。1895年撮影朝鮮の開国によって、欧米諸国との外交関係が樹立されると、プロテスタント諸派が朝鮮に宣教師を派遣した。それ以前にも朝鮮に来た宣教師は、幾人もいたが、 定住した、宣教師によるプロテスタントの朝鮮布教は、1884年に、メソジスト派と長老派の宣教師によって始められた。長老派は1885年に、少年向けの土川剤学堂。メソジスト派は1886年に、少女向けの理科学堂を創設して、教育に力を注いだ。なお、この二つの学校名は構想より賜ったものである。 1887年、スコットランドの長老派から満州へ派遣されたジョン・ロョスにより法典の東刊協会で新約聖書全館が翻訳、出版され朝鮮に持ち込まれた。宣教師は春オモン事件で朝鮮王を守った。このような事件を通して朝鮮のキリスト教は民族性と結びついていった。1903年から1908年には、 韓国キリスト教のリバイバルが起こった。1907年、R.A. ハーディーラ宣教師の聖書研究会によって、信仰復興は広まった。1909年に、伊藤博文を暗殺した、アン・ジューコンも17歳の時に、カトリック系の洗礼を受けている。第1回組合教会大会新牧会と、朝鮮人牧師、伝道史主義。 トール出国生徒1945年8月19日1910年の日韓併合の後、朝鮮総督府は日本キリスト教会の指導者、上村正久に朝鮮選挙を断られたため、日本組合キリスト教会の指導者エビナョ長に朝鮮選挙を命じた。日本組合キリスト教会は、同年10月の第26回定期総会で全会一致をもって、 朝鮮人伝道を受け継ぎし、渡瀬常吉を派遣。日本組合キリスト教会は、朝鮮総督府より、莫大な資金援助を受けて、朝鮮植民地伝道を繰り広げる。渡瀬常吉は、朝鮮併合は、日本が、世界の大勢に順応した結果である。東洋の平和を永遠に保障するため、日本帝国存在の必要と同時に、 朝鮮1500万民衆の幸福を懸念した結果であるとした。日韓併合下では外国との接触を持つキリスト教徒が抗日運動を担うようになり、1919年に発生した3.1運動ではキリスト教徒が主要な役割を果たした。管理教に3.1運動参加者が多かったと言われる。で抗日デモを組織して逮捕された劉順は、 理科学道の学生である。1937年の露光橋事件以降、広告新民の生死が発せられ、総督府は公然とキリスト教会への神社参拝を強要した。この動画政策のためにとった参拝教養は、キリスト教にとっては偶像崇拝の教養に当たるとして、朝鮮の長老派の一部の特実な信徒が神社参拝を拒んでいたため、1 9 3 神社参拝は宗教ではないと主張する富田に対し、周始メトールは神社参拝は十回に反する偶像を崇拝だと答えた。その後、周始メトールは刑務所に送られそのまま死去したため殉教者としてことによく知られている。日韓併合下での抗日運動はプロテスタント教会を中心に行われた。後に大韓民国臨時政府を主導した。 李正万は東国中の1900年にメソジスト派に改修した。カトリックも、義民団という武装団体を中心に、大韓民国臨時政府と連携して、独立軍を支援した。特に1920年10月には、青山座と戦闘にも参加した。日本が敗戦して、連合軍軍政紀になると、司令官のダグラス・マッカーサーは、 太平洋米国陸軍最高司令部布告第1号で占領目的が日本の幸福文書の条項の意向と朝鮮人の人権及び宗教上の権利を保障することにあると布告し、韓国人に対して信教の自由を認めた。また、連合軍法令第11号により神社法を廃止して公民化政策の残滓となる神道を排斥し、 また、朝鮮伝統の付属信仰等の宗教に対しても、規制政策を行った。これに対して、キリスト教は、ソウル放送で、福音放送を流すことや、刑務所に司祭と牧師を置くことが認められるなど、優遇された。この厚遇について、劉当職は、キリスト教は、仏教と違って、日本帝国主義の強圧の対象であり、 それゆえ日本帝国主義からの解放はすなわち、キリスト教の解放と同じように感じていた。そして、解放を招いたのは、西欧勢力であり、彼らの背後には、キリスト教が控えていた。さらに、指導層が直接キリスト教を庇護していたと説明している。朝鮮戦争後、厳しい生活条件の中で暮らす、韓国人の間で、キリスト教は着実に広まった。これは、 北朝鮮から多くのカトリック信者が韓国に逃れてきたこともあるが、朝鮮戦争において、国連軍最高司令官マッカーサーが上陸作戦を完工した後、北朝鮮軍との地上戦が住民を巻き込み熾烈を極めたことによるところが大きい。同じ民族、同じ言語で敵味方がわからず多数の犠牲者が出る中、ブリキや木片で十字架を作って首からかけることで、 国連軍の庇護を受けることができた。これらの結果、終戦後キリスト教の発展につながった。北世規政権の軍事独裁期には、キリスト教会が反独裁運動の重要な拠点となった。代表的なものとして、近代中を支援し共闘した天主教正義軍原子祭団などが挙げられる。民主化闘争を担った近代中や近四佐村は、 現実の政治闘争への参加を呼びかける民衆進学の信奉者であった。詳細は大韓民国のカトリックを参照プロテスタントは諸教派に分かれるので単一の宗派としては信者数574万人のカトリックが最大で組織的にも最も強固なものがある。韓国のカトリック教会は数奇教2人、大司教5人、司教35人、 大衆道院長二人、神父五千百六十二人を要し、ソウル大司教区、テグ大司教区、甲州大司教区、従軍教区、実地修道院区に分かれる。最大の教区は、ソウルで、信者数百五十二万人、次に、水原八十八万人である。北朝鮮にも、沈黙の教会と称する秘密組織が、平壌、観光などにあるとされる。詳細は、 韓国正教会を参照1900年頃からロシア正教会による伝道が行われたが朝鮮戦争以降はコンスタンティノープル総主教長の管轄下に移る長らく独立した教区を持たなかったが2004年に韓国大教区が成立信者数は2018年時点で4000人1884年以来韓国に存在する長老派教会は プロテスタントの中でも最古参であり、60人の長老を頂点とする韓国長老派協会は2000年末で228万人を数える。長老派同様、1884年以来の歴史を持つメソジスト派は1930年に大韓管理教として独自組織となり、現在145万人の信者を有する。朝鮮戦争後は、 米国の強い影響下に南慈医島、純福音教会など様々な教派が強制を広げた。社会人類学者の採用式は、韓国のプロテスタントについて、プロテスタント教会には、シャーマニズムとキリスト教が共存あるいは混在するようであり、多くのクリスチャンはシャーマニズムを名神だと思いながら、その中に、シャーマニズムが埋没されていることに気がつかないと述べている。また、 プロテスタントが成長した秘訣は、付属を受け入れた宗教的熱狂主義に根元を置く、心霊復興会にあると指摘した。韓国プロテスタントの感性的神秘主義運動は、知性的進学を前面に出して、不況に失敗した日本プロテスタントと対象をなす。韓国プロテスタントは、キリスト教が一般的に敵対視したり忌避する傾向がある、シャーマニズムを神秘主義に引き込み、 付属的神秘主義と韓国の風土が合致して、教会の急成長をもたらした。心霊的神秘主義を端的に表現する言葉として、通り正規党、精霊臨在、方言、三拍子祝福、治病、暗視治療、血分け、接神、後人劇などを挙げ、このような信仰精霊運動は、韓国国内だけでなく、韓国人が住む世界随所に現れている。 引き続き進行精霊運動は1907年世界、教会史上初めて総天気東海と通り正義党を考案した、よしよし中牧師主導の大復興会を筆頭に、1930年代にイエスが自身に信林したとして、後陣撃を行った、リリ道、ウド、自身の首が切られて、イエスの首がその上に乗ったと方言した、熱狂的神秘主義の帰国中につながった。 宗教から心霊性を強調する神秘主義を抜いてしまった場合は宗教性が弱くなるが反対にそれを過度に強調した場合も進学自体が無視される。とし、これらの適度な調和が宗教発展に要求される。とした。ありがとうございます。